僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、楽しいがいっぱい体験王国紫村ほか各社の提供でお送りします。2015年3月27日金曜日、時刻は9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、今日の旧暦は2月8日となっております。読谷ラジオ602回目の放送やいびん、ナビゲーター正也でございます。朝ね、ちょっと6時過ぎに起きて外を見てみるとちょっと曇りがかってたので、今日はぐずついた天気になるのかなと声が裏返ってしまいましたけども、ただ、私が今いる読谷村高志保体験王国紫村サテライトスタジオの上空は朝日が昇っております。今皆さんがいる場所はどうでしょうか。今日は3月27日、あっという間に3月も、終わってしまおうと、ね、してますけど、来週の水曜日からは4月、早いですね。本当に来ましておめでとうと言ったのが本当につい最近のように感じますけども、まあ、それでも月日は流れていく、一日一日を大切にしていきましょう。そんな3月27日、今日桜の日だそうです。日本桜の会というところが1992年平成4年に桜の日と制定した桜の日だそうですよ。そして本日の誕生花、ね、桜蘭、蘭の中にも桜という蘭があるんですね。花言葉が人生の門出だそうですよ。来月4月から新しく、ね、道をね、おのおのと進んでいく、新しく進む道に向かう人、環境が違って、ね、心機一転する方も多くいると思います、ね、そんな中、その前に、まあ、沖縄に旅行に来られている方もたくさんいると思いますけれども、まあ、沖縄に来たからにはとことん楽しんでください。そんなあなたのとことんをラジオでナビゲートする観光情報番組読谷ラジオ。この番組、観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんに沖縄県読谷村の情報をお伝えしていく番組です。ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っていない情報も一緒にゲットできます。この後の番組の流れをご紹介しましょう。この後ドライビングナンバーをおかけして天気情報を皆様にお伝えします。 CM を挟みましてコーナー読谷何でも調査欄をお届けしていきますよ。その他読谷村で行われるイベントの情報、この番組でしか聞けない情報、盛りだくさんでお届けしていきます。なゆったりと流れる時間の中で、昔ながらの沖縄と新しい沖縄を感じられる場所、ここ読谷村、地元で暮らす人も観光客も一人一人が時を忘れ今を楽しめる
沖縄県読谷村。人生の素敵なあなただけの記念日をここ読谷村で作ってみませんか。あなたの旅に一味加えましょう。ナビゲーターのマサヤです。そんな草は美味しいね。ギャオ、僕はトラだ。ギャオ。観光情報番組読谷ラジオに来たメッセージ全部食べちゃうからね。ダメだぞガオ、僕トラだぞガオ。めえ、観光情報番組読谷ラジオだぞガオ。めえ。観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時6分になっております。気持ちのいい朝日が昇っておりますよ。本日のドライビングナンバー、ケツメイシ、朝日。東の空には朝日が昇る、新しい光が街に届く、小鳥はさえずり目覚めの音。鏡に映した疲れた顔、今日目覚めて何度目の朝を、生まれてから今まで迎えただろう。ここから今日という日を回そう。時に曇りまたは雨に焦らし、日付変わり日越しの空照り出し、次は始まりと夜のおしまい。さあ今夜までの悩み、それも置き去りの何気ない朝のひとときに、まず感謝の気持ち日ごとに。今日も朝日にまさに力いただく、書き込んで白飯腹に満たす。今日もやりますか、一日が始まる。朝日と気持ち共に上がり出す。あといくつ迎えるか知らないが、感傷を忘れてる日はないさ。ビルの谷間に人の間に、また始まり届けるこの日だしかに。朝の日差しが昇り始めた空から、やがて街も眠りからの目覚め、窓から朝の光が差し込む。ここにも新しい日が舞い込む。かすかに届く電車の音、静かに色づき出す窓の外。降り続いた雨や闇と歩み出す、生まれ変わったこの街動き出す。開けるとまるで思えないぐらい、暗い夜でも朝が来ない日はない。昨日までの悩み洗い流して、また始まるこの幸せ感じて。いくつもの夜を越えても変わらない飾らない、浅い今日も柔らかい。昨日から今日へと塗り替える、日は昇ることをまた繰り返す。朝の日差しが昇り始めた空から、
差しカーテンから木漏れ日面白いのような景色に騒がしい昨夜の集まりも消えて希望の朝の出ましと嘘のようすがすがしい目覚め雲のようふわふわのベッドで今日一日の始まりを告げるようになり響く目覚ましのベル起きてカーテンを開き部屋に散乱する気のどこか独特な雰囲気が漂う読谷村見上げると空が近く見渡すと美しい海が優しく広がりサトウキビ畑の緑が広がり自然豊かな読谷村沖縄を感じたいならぜひ訪れていただきたいそんな情報を皆様にお届けしますよ10時までのお付き合いよろしくお願いします本日のドライビングナンバー決明石朝日お届けしました新しい光が差し一日の始まりワンデーに残留でオンマイライは9時11分もう間もなく12分になろうとしておりますここで天気予報をお伝えしますまずは外況からです沖縄本島地方では27日朝から夜の初め頃にかけて南東の風が強く吹く見込みです沿岸の海域では28日にかけて波が高いですから陸上海上とも強風や高波に注意してください沖縄本島地方と薩摩諸島は気圧の谷の影響で曇っています沖縄本島地方では27日朝から夜の初め頃にかけて南東の風が強く吹く見込みです強風に注意してくださいそして今日の天気27日南東の風やや強く後強くやや強く後強く曇り夜には雨と出ておりますね今日の日中の最高気温23度今日の降水確率午前中そして午後 20% から 30% 夕方6時から24時にかけては 60% と高くなっています明日土曜日、同じく、曇りマーク雨マークが出ておりますけれどもところどころにより晴れマークも出るという予報が出ておりますね週末にかけて、はっきりしない天気となってますけれども、週末を利用して沖縄に来られている方卒業旅行まだまだ、シーズン迎えてますのでいろんな方々が、レンタカーを利用して沖縄に、入り楽しんでいると思いますけども、日曜日ぐらいからは晴れマークが広がる予報が出ておりますので楽しい沖縄の旅がさらに、満喫できるんじゃないでしょうか、もう春休みに入っているということでこのラジオ良い子のみんなも聞いてるのかなラジオの前の良い子のみんな、良い子と思ってる、20以上の方も全ての皆さんに学校情報番組をお届けしていきますけども今日は春休みということで子供も聞いてると思いますのでリスナープレゼントしちゃおうかな久しぶりに、沖縄の、デザインがされている沖縄コカ・コーラボトリングさんの沖縄限定オリジナルデザイン缶コカ・コーラだよコーラこれを3本1セットにした商品を3名にプレゼントしたいと思いますよただ欲しいよだけじゃなくてなんか一言コメント添えてお送りくださいメールアドレスすべて小文字 fm786@fmyomitan.co.jp すべて小文字 fm786@fmyomitan.co.jp となっております良い子のみんな今だよ今お母さんにお父さんに言ってね観光情報番組よみたんラジオ CM やいびん
ああ、畑も疲れるからちょっと休憩しようかな。おり、なんでこれは。 Hello? はい、はい。 Hello, excuse me? はい。 Can I ask you something? あ、いやな。おじさん英語わからんけど。I'm from United States. And then, 何で？ I heard that Yomitan Village is あもう意味くじわからん、お前。 Really good place? え、待って。観光情報番組っていうのを聞いたらいいよ。わかった。わちごらる。わちごらる。 I don't know how to say. OK. わちごらる。 I can understand you. あ、なるほど。観光情報番組読みたんラジオってば。わかった。 I don't know. That's a thing. よみたん、なんでも調査団。よみたん、なんでも調査団。どこにでもある、でもそこにしかない、よみたんラジオから始まる発見と触れ合い。へえ、そうなんだ、という枠を広げるよみたん、なんでも調査団でございます。本当にいろんな場所にね、出かけて、読谷村のいろんな情報を伝えていくコーナー、読谷なんでも調査団でございます。ナビゲーターの私、マサヤと、もう一人のナビゲーター前川あやみ、この二人が読谷村内を駆け回り、いろんな情報を皆様にお伝えしていくコーナーとなっておりますけれども、今日皆様にお届けしたいのは、なんと昨日兵庫県神戸市から来た山口夫妻のお声、皆さんにお届けしたいと思います。 FM タンが、作ってですね、読谷村の、いろんな各名所を紹介している読谷パスポートというチラシがあるんですけども、このチラシ、ただのチラシではなく、各読谷村の、ポイントとなる場所にスタンプを設置しておりまして、そのチラシの中にある、スタンプを押してね、 FM タンに、このカードを持ってくると素敵な商品がもらえるという、ね、スタンプラリーというのもやってるということで、その山口夫妻、なんとね、このスタンプを押して FM タンにゴールした、お二人のお声をちょっとお届けしたいんですけどもね、本当に素敵なお二方でした。はい、ということで、本土から、沖縄に来て沖縄を感じる読谷村というものは、こういうふうに、我々は感じてるよというね、生のこの観光者の声ということで、私お届けしたいなと思って、今日はご紹介していこうと思っておりますのでね、楽しみにしていてください。それではじゃあこちらお届けしますので、お聞きください。さあ、本日、読谷パスポートを見事全制覇してきてくださったお二人にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。では、お名前とご出身地を、お二人ずつ伺っていきたいと思います。はい、山口香江です。兵庫県神戸市から来ました。はい、山口正弘です。兵庫県神戸市明大にから来ました。お二人はご夫婦ということですね。はい、はい、そうです。さあ、今回、沖縄にはまたどういったきっかけでいらしたんでしょうか。一応新婚旅行です。ああ、おめでとうございます。ありがとうございます。入籍はもう去年の11月にはしてたんですけど、結婚式沖縄でして、そのまま1週間いました。そうだったんですね。どちらで式を挙げられたんですか。ザンパ岬ロイヤルホテル。うわ、嬉しい。じゃあ海沿いのチャペルだとかも行きました。あ、行きました。おめでとうございます。風強かったです。そうですね、目の前がすぐ海なのでね。はい、どうしてまた沖縄でっていう風になったんでしょうか。旦那さんにも伺いますか。結構海が好きなんで、やっぱり本土と違う綺麗な海を見たかったんで。はいはい、もう本当に一生に一度の思い出は特別な場所でと。そうですね。嬉しいですね。通りで長期滞在だったんですね。そうです。その中でこの読谷パスポートを手に取っていただいて、今日ね、FM 読谷までたどり着いたわけなんですけど、見事全制覇で、まずはどちらで手に取られたんでしょうか。残波岬です。はい、じゃあ、大きなシーサーがあったところですね。あ、そうです。東大行ってたまたま入ったところであったから、
押したんですけど、偶然始まりました。偶然始まりました、うん、でこの1週間の滞在の中でどういう感じで回っていかれたんでしょうか。残波岬で撮って、そっから読谷村まで歩いて全部回りましたね。ついでにザキミ城、ザキミ城跡も行きました。読谷村内で一番高い場所ですね。あ、そう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 、めっちゃ綺麗やった。あそこも世界遺産。うん、世界遺産。そうです。あ、じゃあもう景色もちょっと見られました。360度見ました。結構海も山も両方見れるから、なんていうかな、落ち着きますね。来たことないのにすごい懐かしい気分になる。本当ですか、うん、なんか嬉しいですね、帰ってきたみたいな。そう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 、なぜか。さあ旦那さんにも伺ってみたいと思いますけれども、このスタンプラリー、驚くのはまた歩いて回ったということなんですが、また思い出深いだとか印象に残ったとこなどありましたら教えてください。印象に残ったのがヤチムンの里、そこでシーサー1日目に行ってちょっと選びきれなくて、また車で新たに買いに行きました、はい、確かにあれはいろいろ目移りしますね。そうです、うん、もうこの品物にしても、このこんな形まで焼き物でできるのかというのもあったんじゃないですか。あれね、確かに。で手で作ってるんですって、職人さんが。そうです、そうです。だから一個一個皮が違ってて、でそこ あのお母さん曰く、なんていうかな、人に勧められるもんじゃなくて自分で見て、あ、これってなったやつを買うのがいいよって言われて。あ、なるほど、そういうアドバイスもいただいて。そうなんです。でここぐらいあって候補が、で一晩考えて翌日シーサー買いました。おすごい。じゃあもう読谷で生まれたシーサーを一緒に連れて帰るわけですね。そうなんです、なんかこれまた嬉しいですね、本当に。いいですね、そういう風にあのお店の方ともコミュニケーション取りながらっていうのも、うん、そうですね、はい、他にもまたあのここはちょっと探すの大変だったなだとかっていうのもありましたら教えてください。スタンプですか。そうですね、スタンプだとかも含めて。あとはあのファミリーマート、読谷トリーステーション前店が結構遠かったかな。なぜ歩いてますもんね、歩いてるから。今回またこのなぜ歩きという形の手段も、車を借りる予定が火曜日と水曜日 で月曜日は車なかったから、じゃあ読谷村の方まで歩いて回ろっかってなって、でついでにスタンプラリーも。そうなんです。なかなかね、レンタカーで回られる方が多い中、歩いてというのは案外読谷村の広さを感じたんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱりすごい広かったですね。確かに。また読谷村に来ていただけますか。また来ます。今度来た時は、はい、もう一個 C さん欲しいやつあって、どうしてもそれを買って帰ります。もうすでにお目当ての、はい、わかります。じゃあそれもまた次の楽しみですね。ありがとうございます。ではですね、ぜひまた最後ラジオでですねこちら紹介するんですけど、この読谷パスポートスタンプラリー参加された方として、まだまあ今から参加する方だとか、こういう読谷の魅力を感じましたっていう、最後にちょっとメッセージを一言ずついただいてもよろしいですか。じゃあ旦那様から聞きましょうね。うん、そうです。歩いていくのがゆっくりその景色を見れて、まあ、ちょっとしんどいんですけど、まあ、いい思い出になるんで、ぜひ歩いて回ってください。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして奥様の方にも、お土産買うんだったらユンダ市場が安くていいと思います。チンスコとかめっちゃ安かったから。あ、そういったのもユンダ市場で買われたんですね。あ、買いました。なるほど、じゃあそちらもまたおすすめということで。はい、了解。おすすめです。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、お声いただきました、兵庫県からねお越しのご夫婦でございました。またじゃあ読谷村でお待ちしておりますので。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、皆さんに聞いていただいたのは、兵庫県神戸市から来た、まあ、新婚旅行でね、まあ、挙式も、披露宴も、まあ、ここ読谷村残波岬ロイヤルホテルさんでやったというね、山口正弘さん、そして佳代さん、
たまたま立ち寄った、残波憩いの広場公園内にあるレストランティーダサンサンでこの読谷パスポートを手に取り、あ、これで読谷村回ってみようとね、もうとっさに決めたそうでございますけども、このスタンプラリーを通して、まあ、読谷村内を、まあ、ぐるぐると回ったというお話だったんですけども、なんと2人は歩いて読谷村を、はい、満喫したそうです。まあ、車ではなく、ね、歩くということで、まあ、違った風景が見れ、ね、なぜか初めて来たのに懐かしく感じる場所だなというのを改めて実感したお話をしてました。以前にも、私、茨城県の久松さんご夫妻を、ね、ご家族を、紹介したことがあるんですけども、この久松さんも言ってましたね、いろんな方がそういうにして感じるんだなと。ね、今回お届けしたのは兵庫県から来た新婚さん山口、正弘さんと佳代さんのお声だったんですけども、それ以外にも、戸谷旅行でお食事をしていた周さんというね、大阪から来た周さんのお声も、皆さんにお届けした際にも全く同じようなことを言ってましたね。こういう、場所がある沖縄県の中でも特にここ読谷村は感じられる、伝統文化も伝統工芸もすごく根強く残っている場所、なぜかただいまと言いたくなる場所、読谷村でございます。で、このスタンプラリーなんと今月いっぱいで終了となりますので、皆さんね、まだやってないという方はね、今月いっぱいですよ、はい、ご注意していただきたいと思います。本日の読谷なんでも調査団、沖縄に観光でいらっしゃった山口夫妻のお声、なんと新婚旅行だそうですよ、ということでお届けしました。ラビューラビュ観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。生放送でお届けしてます。おとととととすいません、先ほどあの読谷なんでも調査団で兵庫県神戸市から来た、山口ご夫妻ご紹介したんですけども、すいません、名前が間違っておりました。兵庫県神戸市の山口正弘さん、そして奥さんの加江さんでございます。大変失礼しましたね。もう今日沖縄にね、立つというお話してました。レンタカーで聞いてるのかな、それとももう飛行機に乗ったのでしょうか。また沖縄に来た際には FM タウン、はい、また来てくださいね。いろんな、ね、思い出話、まあ、読谷のいろんな情報、はい、ゲットできますのでよろしくお願いします。山口正弘さんと加江さんご夫妻のご紹介でしたよ。大変失礼しました。ママ、あと一杯くれ。あなたも今日は飲みすぎよ。いや、いいんだ、今日は飲みたい気分なんだ。ママ、あと一杯くれ。そんなに酔いたいなら
観光情報番組読谷ラジオ聞きな。ママ一本取られたな。あなたも沖縄を体験、紫村情報。華やかな王朝時代を築いた15世紀頃の町並みを再現してある場所、32の工房、その中に101の体験ができる場所を完備してあるのが読谷村高志保、楽しいがいっぱい体験王国紫村でございます。紫村、もうタイムスリップしたかのような場所になってます。どういうタイムスリップかと言いますと、昔の沖縄が今も残ってる、そんな感じの、はい、風景が広がる園内であなただてのオリジナルの商品が作れる、体験できるという場所になっております。毎週金曜日は体験王国紫村のコーナーがありまして、皆さんに紹介していきますけども、今日も、はい、広報担当の歩くイケメン、咲かぬなら咲かしてみせようイケメンが、この方が入っております。おはようございます。おはようございます、はい、体験王国紫村国吉純です。よろしくお願いいたします。ジュンさん、あのさ、久しぶりなんだけど、はい、本当に久しぶりだよね、私と金曜日ね番組やるの。いや、先週もやりました。やってないです。やりましたね。やりましたね。なんで、あの、はい、なんでじゃない、久しぶりなんですけど、はい、なんか心なしかだよ、はい、なんか前川とやるのと私とやるの全然テンションが違うのは気のせいですか。とんでもないです、うん、僕は毎日、一日一生ということで全力で、一日一生、はい、これ笑う、違います、生きるですね、はい、あ、生きる、はい、一生懸命生きてますので、一生懸命このラジオも取り組んでいます。はい、なので決してパーソナリティで変えてるわけではありません。僕はまさやさんとも全力ですし、前川さんとも全力です。なるほどね、はい、はい、毎日毎日全力投球、国吉純さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。純さん、なんかさ、はい、暖かったのに、なんて暖かったのに、今流行りのじゃないですか。え、何が暖かいんだからね。違うだろ。暖かったのに、はい、ちょっとまた寒くなってるさ。そうですね、皆さん本当に体調管理お気をつけください。わかれびさ、沖縄なんかあれだよね、気温はでもそれでも20度超えてる。そうですよね、結構風が、そう、風強いね、まだまだ強いですね。びっくりマウンテンだよこれは。ね、皆さん風にも注意してください。はい、この強風に煽られて、まあ、レンタカー車乗られてる方とか、うん、ドアがいきなり閉まって指を挟むとかね、はい、あると思うので気をつけてください。純さんも体調は、はい、大丈夫ですか。はい、私は大丈夫です。さすがですね。いえいえ、とんでもないです。なんか毎日バタバタしてる純さんでございますけども、純さん、先週もちょこっとお話ししたんですけど、はい、体験王国紫村、32の工房、101の体験ができるテーマパークというお話をしたんですけども、はいはい、まあ、その中で本当に沖縄を代表するシーサー作り、うん、シーサーの色付け、はい、で沖縄料理が、まあ、実際に自分で作って食べれる体験だったり、あと空手だったり、はい、もういろんな体験ができる場所を完備してあるのが体験王国紫村なんですけど、今の時期レストランのこの利用客っていうのはかなり増えてますよ。そうですね、園内もそうだけど、はい、まあ、春休みにちょうど入ってきましたので、うん、はい、お客様が家族連れ、そして、まあ、多いよね。そうですね、はい、卒業旅行みたいな感じですね、ちょっとした学生団体も多い時期になってきますので、はい、やはり皆さん園内の方もですね、体験個人でレンタカーでお越しになる皆さんが、はい、増えてきていますし、うん、またレストランの方は地元のお客さんもですね、利用がかなり多いですので。多いよね、はい、本当にね。また村内でもいろんな、まあ、行事ごと、うん、まあ、小学校の卒業式であったりとか、そういう形であればですね、また皆さんで家族でちょっとお昼食べに行こうかっていう形で、うん、増えたりです ね、 なるほどね。そういう形でも本当は大変ありがたく思っておりますが、我々が今放送しているサテライトのすぐ隣に、バイキングレストラン大気
ございますけども、本当に手軽というか、バイキング形式になってて、はい、まあ最初に前払いをして入るともう食べ放題でソフトドリンク飲み放題という、はい、本当に ありがたいスタイルのバイキングレストランとなっているので、まあ、地元の方もそうなんですけども、食事だけでも、ね、来られる観光客の方も、はい、いますのでね、ぜひおすすめでございます、はい、もちろん沖縄の料理も楽しめるということで、私これいいなと思ったのが沖縄の天ぷら、かなり大きいですよね、レストラン太一さんのね。そうですね、あれ美味しいんだよね、野菜天ぷらかな、あれ。ですね、うん、まあ野菜とかき揚げみたいな形、あともずくとかもですね、はい、入った、なるほどね、はい、もずく天ぷら、はい、あ食べてーな、ぜひぜひ、うん、で、まあ、サイドメニューというか、まあ、普通にもずくのね、酢の物も、はい、酢の物もあったり、はい、あとサラダももちろんありますし、はい、あとあれですか、沖縄の、まあ、もう伝統料理と言っていいのかな、郷土料理と言っていいのかな、タコライスっていうのもありますよね。そうですね、うん、タコライスも、また自分でですね、うん、お好きな量、そうご飯を持ってね、これ一番いいよね、ひき肉を持って、タコライスはまあレタスに、あとチーズに、うん、チーズに、あとトマト、ひき肉、はい、っていう形で自分でですね、お好きな量、好みの量、これね本当に美味しい、はい、シンプルイズベスト、パッパッパってできるし、であとはねお蕎麦、はい、このバイキングレストランのお蕎麦、そうですね、沖縄そばも、はい、食べることができまして、うん、そこもまた自分でお好きな量ですね、そうまずは麺を湯がいていただいて、うん、で、だしを入れるという形なんですが、まあ、食べ慣れている方、うん、はい、ベテランの皆さんはですね、ベテランの皆さんって何がベテランなの、そばだしも準備されてるんですけども、うん、隣にはまた沖縄 のお祝いに欠かせない中身汁とかもあって、そう中身、なのでそばにあれホルモンって言った方がいいの、中身は、そうですね、でそれにお蕎麦にですね、この中身汁をかけて中身そばという形で食べる方もいますし、一番人気の手びちという手びちね、豚の、はい、うん、そうですね、煮つけがありますが、うん、それをですねそばの上に乗せて、手びちそば、もう2だね、はい、もしくは先ほど、おっしゃってましたこの天ぷらもですね、かき揚げもそばに入れて天ぷらそばという形で、ベテランの皆さんはアレンジして、なんでこのベテランってアレンジして食べてる方も見受けられますので、うん、皆さんもぜひチャレンジしてみては、別にこう食べ方に決まりはないのでそうですね、またそういう工夫するとまたアレンジすると美味しくなりますので、この工夫の仕方、これがまたね、やってみてください、遊べるというねこれ以上にいいですね、他の場所ではなかなか ね難しい感じではあるんですけども、はい、レストラン待機ではこういう風にして自分のオリジナルな形で食事ができる、しかも安い、はい、純さんお値段はおいくらですか。はい、大人、1080円となっておりますので、うん、はい、ぜひ皆さんランチディナーね、そうですね、ともに、うん、はい、1080円となってますので、そうお昼は11時から、はい、うん、間もなくオープンします、はい、でディナーの方が17時の、夕方5時ですね、夕方5時から、はい、オープン、何時まで、はい、10時までとなりますね、夜10時まで、はい、案外長らくやってるんですね、はい、ほう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 、夜は夜でアルコール類も、そうですね、うん、そちらまた別途、ご注文いただければ、はい、アルコールの方もですねお出しすることができますし、またドリンクはソフトドリンク、うん、はい、とかついてますので、そちらはまたこのバイキングの料金の中で楽しめますので、いいす、ね、さこれ、まあ、地元の人もそうなんだけど、まあ、観光客の人もそうなんだけど、団体で、まあ、仲間同士で来てて、はい、もういろんなそのお昼時間何時時間ね行って回って、あ席が空いてない、予約しとけばよかったって人もいると思う、で逆にその夜のパターンもあると思うんだけど、レストラン待機は、まあ、この酒を飲む人飲まない人に分かれてしまって、ちょっと料金に関して誰がいくら誰がいくらっていうんで、みんないろんなレストラン、まあ、居酒屋行って悩むと思うんですけども、レストラン待機はそういう心配がないんだよね、はい、もうね、もあい、まあ、もあいとは寄り合いのことなんですよ、この突飛の集まりとかにもすごく最適で使えるという、これは非常におすすめですよね、はい、我々も何度か使ってますけども非常に便利でございます、ありがとうございます、どういたしまして、はい、レストラン大地さん、こういうふうにしていろんな、はい、沖縄の、まあ、バイキング形式の食事ができる、そしてこれ以外にもレストランが園内にあります、はい、そちらの紹介もお願いします、はい、お腹が空いてきた、
園内の方にはですね、琉球武家式ジャナテと言いまして、はい、あのお蕎麦を中心としたですね、うん、あのお食事どころも、ご準備しておりますので、はい、ありがとうございます、まあ、バイキングだけではなくてですね、うん、そちらの方もぜひ皆さん利用していただきたいなと、はい、思います、はい、これはまたレストラン太一と違ったメニューになるんですか？そうですね、まあ、沖縄そばや、うん、はい、あの手びちそばであったりとか、まあ、そばを中心にですね、で、建物が琉球武家屋敷ということで、そう、ね、はい、昔の雰囲気をお家でお屋敷で楽しんでいただきながら、うん、はい、おそばを食べてごゆっくりくつろいでいただくと、本当に昔ながらのこの建物を再現してある場所で沖縄料理を食べるとなんか雰囲気ももちろん当たり前違ってくるんですけども、ここから入ってくる風っていうのがすごく心地よく感じますよね、はい、すごく素敵な、まあ、沖縄を感じられる場所で沖縄料理を食べる、それは、園内にあります、まあ、どちらも、まあ、おすすめなので、まあ、2日続けて来られるというのも非常にいいと思いますけどもね、ね、ね、はい、ね、そうなんですよ、なんであなた、なんでウィンクみたいなのしてパチパチって俺そんな気ないんだけど何なんすかあなた、ぜひ紹介したいのがあるなと思いまして、じゃあよろしくお願いします。福吉潤さんが私にウィンクしたのでもうそろそろもうこういう時期なのかな。何すか、ですね、沖縄の、まあ、情報誌というか、はい、皆さんご存知かなと思いますが、はい、南の島沖縄の心を伝える情報誌、はい、ウチナというのが、はいはいはい、ございます。そちらのですね、今度発売されました、うん、4月5月号そちらで、特集がですね組まれておりまして、はい、これは読谷の読谷、はい、読谷にゆかりのある偉人ということで、うん、はいはい、こちらですね大気、大気、おお、はい、商売の神様、そうです、あの大気を訪ねてっていうことで、ほうほうほう、かなりの、ページ数にわたってですね大気の紹介してるんだ、はい、そうなんですよ、はあ、まあ、この内名さんはですね今までもずっと大気の、紹介をするページをですね、はい、亀山先生と一緒に、はいはいはい、書かれてたあのページがあったんですけど、亀山康先生ですよね、でそれを、まあ、集大成というか最後、特集という形で、はい、大気のゆかりの地をですね紹介しながら、はあ、まさに読谷村ですので、まあ、読谷村のですね伝統的な、うん、工芸花織であったり、なるほど、八文であったりそういう三線とかですね、そういう場所も雑誌に、はい、ね、大きく写真もですね、載って紹介されているのが大気か、はい、読谷村の商工会がシンボライズ象徴してる、そうなんですよ、商売の神様、はい、大気、そちらがですね、はい、発売されております、はい、各有名書店で、そうですね、はい、ご購入ができると思いますが、ローマ字でウチナーと、ウチナー、はい、書かれている雑誌になってますのでお買い求めください、そちらもですね802円になってます、そうなんですよ、ぜひ皆さんお買い求めください、はい、いいですね、大気を知る、ぜひぜひ、まあ、手に取っていただいて、はい、はい、温故知新でございます、読んでいただきたいなと思います。体験王国紫村、今回も国吉潤さん入っていただきました、ニフェーデービル、ありがとうございました。ああよく寝た、おはよう、おはよう、あなた、おはよう、ご飯にする、それとも決まってるだろう、
観光情報番組に決まってるだろ。もうあなたったら、観光情報番組読谷ラジオ。観光情報番組読谷ラジオをお送りしております。時刻が47分になっております。もとい、さあメッセージも来てます。ありがとうございます。紹介していきましょう。どんどん紹介していきましょう。これラジオネーム僕ゆうとくんから来てます。メッセージ、春休みです。まさやも春休みありますかと。まさやも春休みありますか。楽しいラジオしてね。お母さんと聞いてるの。お母さんと聞いてるの。何かもらえたら嬉しいです。098958何番何番と言うとよりと来てますね。そうか、まさやも春休みありますかと。あったらいいね、言うとね、どこの言うとかな。お母さんと聞いてるの。うん、楽しいラジオしてるつもりだけどどうかな、言うと。はい、お母さんと聞いてるのってね、はい、言うとありがとう。かわいいね。何年生かな、多分お母さんがね送ったのかな。そして、こちら、なんと今日読谷なんでも調査団で紹介した、兵庫県神戸市から来た、ね、山口正弘さんとかえさんの、かえさんから来てますけども、ありがとうございます。メッセージ届いてます。これ実は昨日の、あ、今日の0時過ぎに来てます。こんばんはということで来てますね。本日はこれ昨日のねメールね、本日はスタンプラリーの達成記念で歓迎をいただいてありがとうございました。突然の FM タン訪問にもかかわらず熱烈歓迎。感謝です。ラジオ楽しみに聞いてますね。放送時間は、帰りの空港へ向かう途中だと思いますが、多分生で聞いてます。旅の最終日に良い思い出になりました。次回沖縄に、来る時も必ず読谷村に行きたいと思います。読谷ではすれ違う村の方々がきちんとご挨拶してくださってとても感激でした。また海岸では、アメフラシというですね、軟体動物やナマコなど、なんだそれ、見たことがない海の生物にも出会いました。ホテルから出てすぐの場所にも新しい発見があって、アメフラシって知らなかったのでウィキペディアで調べましたよと。勉強になりました。アメフラシの体から、紫色の液体が出てきた時はびっくりしました。そんな読谷村では当たり前の、出来事に、すごく感動しましたよと。これからも読谷村のいいところをたくさん、発信していってください。最後になりましたが、これから暑くなりますが紫外線と健康に気をつけて、はい、お過ごしくださいねと。皆様のご多幸をお祈りいたします。ありがとうございましたと。はい、山口ご夫妻からいただきました。嬉しいですね。ありがとうございます。またね、お寺に来た際にはぜひ読谷村に来てください。正弘さん、かえさん、またお待ちしてますよ。ありがとうございます。気をつけて帰ってください。そしてもう一通来てます。これはですね、水曜日に来てたメッセージ、なんと岡山県から。こちらは岡山の方ですね。こちらナビゲーターの前川あやみが、インタビューをした、方でございます。スタンプラリー渡辺ということでラジオネーム来てます。こちらもなんと、はい、スタンプラリー制覇したということで、岡山県から来た観光客の渡辺さんから来ております。メッセージ、読谷スタンプラリーを全制覇した渡辺です。2泊3日の沖縄旅行から、無事岡山に帰りました。岡山は寒い。今回の旅行で読谷村に住む親戚の家に初めて遊びに来たのですが、とても楽しかったです。スタンプラリーをすることで読谷村をぐるっと回ることができました。食べ物、アンダンスーやヘチマの味噌炒め、ジューシーめ、本州にはない魚、泡盛、ザンパなど全て美味しかったです。もっともっと読谷村で遊びたいなと思いました。ありがとう読谷村。
これ岡山の方言かな、どんなアクセントなんだろう。ちょっと岡山のね、こんなだろうって感じで、ボッケー大好きじゃけんまた来るけなーって当たってます。ボッケーっていうのはすごくという岡山弁だそうです。当たってるからアクセント、ボッケー大好きじゃけんまた来るけなーって当たってます。岡山の人、岡山の皆さん当たってますか。これ嬉しいですね。はい、渡辺さんもね、山口ご夫妻のような感じでね、制覇してきたという、ありがたいですね。ありがとうございます。もうね、こういうもう本土からいらっしゃる方々の生の声をこういうにして届けられる、その声をまた参考にしてね、ああ読谷村ってこういうとこなんだというふうに感じてくる方々がいる、素敵ですね。知らない人同士ね、つながってる部分があるんですね。素敵ですね。素敵な観光情報番組、読谷ラジオですね。ぜひ参考にしてくださいね。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、楽しいがいっぱい体験王国紫村、他各社の提供でお送りしました。ウリヒャ、ちょっとどんよりとしてますけどもね、みんなのパワーでちょっと晴れ間が出るようにね、念力を送ってね、楽しい一日一日になれるように、はい、楽しんでいきましょうね。沖縄県は今から、はい、シーミー時期になりますよ。お墓の前でごちそうを食べる時期になります。こういう風景も沖縄の醍醐味でございますよ。沖縄県を楽しみつつ、ここ読谷村でお待ちしてますよ。また後からや。Thank you.